なるほど。ナイス。はい。ナイスペース、ナイスボタンです。なんかインポスターがボタンを押してほしそうだったんで。ああ、ありがとう。サボも起きないし。確かに。いや、そう、忘れてました。あ、じゃあ、メイヤさん、サボを鳴らすの。あ、そうだよ、メイヤだよ、これ。ちなみに、アーカイブのタスクって、はい。あれ、なんか最低2個とかあれ数決まってるんですか？あ、4個ですよ。4個。1個の時もあるんですか？ないですよ。あ、でもね、連打するとね、1回で終わるとかはある。あ、そうです。連打すると1回で終わります。あのね、バグですね。あ、そうですね。引き出しにしまうっていうのが出たときに、連打すると一発で終わるというバグ。あ、なるほど、なるほど。あ、僕が1回で終わったからあれですか、ちょっとおかしいなと思って。あ、ちょっと今、メネコさんを泳がせておこうかなと思ったんですけど。はい。1回やってすぐどっか行ったんで。はい。あの、1回で終わったんで、終わったと思って1回で終わるんですよ。修正されたんで、バグじゃないです。公式です、あれ。確かに、確かに公式かもしれない。修正しない。はい、です。いいね。はい。米沢もお直ししてくれたん誰ですか？はい、赤田健一です。隠し扉見てたの？いや、ね、今あのエンジンとの境目の扉に貼り付いてるとこ見つけた。ああ、そうだ。エンジン側から見つけた。ああ、なるほどね。僕はエンジン側から行って通信室と武器庫の扉が開いてるのを見て、エンジンルームの扉を開けずにミーティングルームに行きました。うん。ちなみに今メイン、あの、はしごを登ったときに、はい。メヤ君が瞬間移動してたんで、チート使ってると思います。おアメレコさん、多分あれっすよね。僕のことをキルしようとしたってことですね、それ。え？でも僕が瞬間移動したからできなかったってことですか？え？目権を行使します。え？アメレコさんかな？うん、ややこしい。来てないか。死んでる。わあ、あと 1.5 秒ぐらいあれば。あの、高田さんを容赦なさすぎ。心電図情報あります？すごいね。いや、なんかアメネコさんが 1.5 って言うから。心電図見たんですけど、見た瞬間にボタンだったんで、意味ないですね。OK です。うん、俺、情報見てる人のために、コミが治ってから5秒数えてからボタンを押してるんですけど、なんか情報持ってる人いますか？金太郎さんがコミュ直したぐらいです、いるのは。直して、直し終わったぐらいでピカクロさんがちょうど来ました。とりあえず、メイヤさん、高田さんの目撃情報ある方います？見てない。ない。見てないですね。ほー。
ちなみに右上方面がいないですね。電気室方面もいないです。電気室に、僕とゲンさんで、はい、メインホールに最後上がった時に端っこが見えたんですけど、多分メケンさんかな。あ、僕いますね、最初位置は、ね、メインホールに、ね、うん、っていうのまで見てます。アメネコさんがまあ白前提ですけど、アメネコさんとゲンは貨物脇でしたので、まあ右上にいないのは本当っぽいです、うん、アメネコさんの白の場合は。あ、で僕上に抜けてて竹雄さんとすれ違ってるのに、はい、竹雄さん目線僕ほぼないんじゃないですか。そうですね、貨物診療室まで行ってますが、はい、下はない。慎太郎さんは、僕はキッチンで沸いて武器庫で最終位置が通信室ですね。あ、なるほど。でほぼ単独、はい。で僕エンジン脇で、最速上に抜けてるんで他に誰か沸いたか見ていません。金庫、その後ミーティングでずっと待ってたって感じです。アーカイブ脇で記憶が正しければ竹尾さんがいらっしゃったはず。はい。あれ俺どこで沸いたが多くって左側の目撃情報がないので左側っぽい感じですね。じゃあゲンさんって下行った感じっすよね多分。はい。で診察室通って電気 のレバーを下ろすやつをずっとやってました。一緒に電気のレバーめっちゃやってましたね。情報が出ないっておかしいよな、うん、2人もおかしいな、うん、ゲンさんまで白そうかな。ボタン押しましょうか。多分もうちょっと洗った方がいいですよ。インポスター同士の隠しが起きてますね。左側にはいたんじゃないかなと思いますけどね、うん、おそらく左っぽいよね。うん、はい、ありがとう。現状を右側がかなり触れ合ってる人が多くて、左側が慎太郎さんと、うん、まあちょびっと初動ですけどもスナパイさんの情報ぐらいしかないので、そのだからほぼ慎太郎スナパイにはいないとおかしいと思う、うんうん、あ、俺もなんだ。スナパイさんどこは聞いてました？宿舎金庫って言ってました。ああ、エンジン金庫か、うん、ただ誰かが湧いてても見てないです。今回30秒あったのでさすがにいろいろ移動してると思うんですよね、あの2人。移動してるとは思う。だから左側に行ってないとおかしいと思うんですよ。右側に行ってたら必ず誰かしらと触れ合ってると思うので。ピカクロさんのクルーって、というか、シロって証明できましたっけ？移動距離的に多分ね、私が移動距離したところだったら死体が発生してる可能性が高いかな。見つけてる可能性が高い。ルートを説明すると、アーカイブ脇、昇降機の方に一回寄った後にアーカイブに戻る、シャワー室に下ってそのままメインホールを走る、メインホールを走って最終、コミュニケーションチェックした後にもう一回エンジンルームに戻る感じだから、あのね、うんうんうん、道中で誰かが死体発見してるはず、そこで切る。アメネコさん、ピカクロさん、すれ違ってないですか、メインホールいたけど。アメネコさんは、私を確認できてるかどうか分かんないけど、私がシャワー室出るときに上からシャワー室から降りてきてます。あ、それ見てるんだったらまあ正しいですね、うん、うん。降りては行ってるので見られてはいますね、うんうん、少なくとも、うんうん、そう。梅健さん、僕最終メインホールで上からポッて出てくるの見てたんですけど、その前後は僕ね、アーカイブでピカさんと竹尾さんはね見てないんですよね。でシャワー室でタオルとかいろいろやって、最後にメインホールの右側であのアメリコさんがシャワー浴びてるのを見て左に行って警察に目撃されたって感じですね。アーカイブって竹尾さんもいなかったっけ？あれじゃなかったっけ？竹尾さんいるって言ってましたけど、僕なんで3人いるんで初動がそこじゃないっていうのは多分確定だと思うんですよ、はい、そう。だから湧いたのが左の可能性が高く、うん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 、で俺が宿舎エンジン脇宿舎金庫メイ、ミーティングっていう行動経路なので、金庫の中に人を見ていない以上、エンジン脇もしくはキッチン脇の可能性が高いってことです。宿舎で湧いてたらスナパイにいないことないでしょ。まあ慎太郎くんじゃないことがないと思うよ。宿舎で湧いてた場合は30秒待たない。はしごの音が入ってている。左側で湧いて右側に行った場合って航路しないですか？あ、誰かが見てますね、うんうん、そう。結構ペアになってる。うん、はい、アメリカさんめっちゃ優しいっすね。優しいっていうか、
慎太郎は、あ、いいですか。僕、キッチンはいて、その武器庫、通信室で、最後、ピカクロスさんと会うまで誰とも会ってないから、正直僕、右側の情報ってほとんど分かってないんで、なんか本当に慎太郎スナッパーだけに絞れるのかなと思ったんですけど、まあ、民意で固まるんだったら別にいいですね。そもそも論として、死体位置、出現位置が確定してない以上、安易にスナッパー、慎太郎の2つのどっちかにいるって断言するのは危険だと思うから、私はスキップがいいと思います。あ、そうではなく、そうではなく、他の脇位置が複数人湧いてるじゃないですか。そう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 。あの、メインでも、アーカイブでも、貨物でも2人以上湧いてるじゃないですか。でしかも、うん、例えばアメノコさんと私とかって独立して動きましたけど、アメノコさんはその後武雄さんに信任されてるみたいな感じで、間接的に3人がかりの情報共有ができてる位置が非常に多いので、うん、はい、その通りだから、脇位置として俺は、宿舎脇して、ミーティングにすでに登っていた場合ははしご音が聞かれているし、うん、まあちょっと誰も聞いてないって言うんだったらこれはあんまり要素にならないからもうこれ以上は言わないけど、俺は宿舎前通路にエンジン脇で最速行っている以上、エンジン脇誰かしたかっていうのを視認していないという情報を出しているので、うんうん、エンジンで湧いてる可能性はあります。はい、はい、エンジンで湧いて、例えば右に来てる場合って最終僕とかピカキとかあたりと湧いてないとおかしくて、それもない、うん、で最後 K さんとかゲンさんはエレクトリカルに2人でいるっていう情報が、僕最終メインホールで梅ケンさんと会ってます。ああ、なるほど。でまだあって、あの要は右側で湧いてないことが確定した以上、通信障害に向かってると思うんですよ。ですね、うん、あ、はい、少なくとも言えることとしては、通信障害コミュニケーション前にはしていなかったよ。いや、まあ、うん、それはピカクロス、俺はピカクロス慎太郎もあり得るからこの話をしているので、そこで反応されても一緒、まあ、僕が一番乗りで直してるんで、まあ、あんま要素になんないですけどね。そう、なんないの。だから俺が橋場登ったらもう要素なんないから言わないって、うん、まあ、任せます。釣り始めるんだったらローラーしてください。俺もそう思う。僕は、はい、ローラーは絶対します。はい、もう俺が死にそうだな、なんか。お、生き残った、無罪にはならないんですけど、ね。ロレガジョット。まあ次にこうボタン押しますよ。30秒。押さなくていいんじゃないですか。はい、はい、はい、あと一つ聞きたいんだけど、慎太郎くんってなんでスナパイに投票してないの？いや、投票しても集まんないかなと思ったんで、いや結構ね、僕も俺が釣られた方がいいかなと思ったんですけど、まあスキップに入れちゃいましたね。多分これめっちゃインポスターっぽく見えてると思うから正直に話すんですけど、まあスナパイさんに投票してもスナパイさんが釣れないと思ったんで。じゃなく、慎太郎くんが今考えてることってスナパイが確定っぽい？はい、いや僕わかんないから、その当事者じゃないから、右側でなんか誰がすれ違ったとか一切見てないんですよ僕って。だからなんかそれを確定情報としてまだ信じきれてないから、うん、あの慎太郎くんが白の可能性を俺視点で考えると、はいはい、俺が見逃しているだけでエンジンで2人とも、あ、2キロだっけこれ、エンジンで実は2人とも湧いていて、メインホールに行ってメインホールで2人に殺されているっていうケースね。うんうん、その場合は K さんとピカクロスさんと梅健さんの中から2人が殺したってことになりそうなんだけど、うん、その場合はね。ただその場合は1人クルーメイトもそこに混じっているし、ピカクロスが通信室までたどり着いていることを考えていて、でそのピカクロスがメインホールを通った時に2人を見ていない以上、うん、メインホールに行った可能性がほぼないんですよ。ですよね。これ、これ慎太郎くんに喋らせた方が結構いいと思ってて、あ、もう喋らせた。慎太郎くん目線からどこがおかしくてどこがあり得ると思っているのかっていう意見を出してくれないと、なんか、okay、なんだろう。ね、じゃあ結論はスナパイさんとピカクロスさんかな、じゃあ。多分そうなる一番。スナパイさんが金これ切って、宿舎前とかで湧いた人が最後エンジンとかに降りて。ピカクロスさんがエンジンルームで切って通信室まで来たとかじゃない？多分。僕目線で終えるのはね。だってエンジンルーム、誰だっけ、あの、
キッチン脇僕なんですけど、エンジンルームに死体があって、ピカクロさんがインポスターの場合って、誰もエンジンルームは通ってないってことになりますよね、多分。ケイさんが多分。いや、ケイさん、僕、電気室の方からメインホールに来てるんで、そもそも僕は詰められないと思ってて、ローラーもしたくないんですけど、死体は起こしたくなかったので、このボタンを押しました。僕は助け合ってから押してます。まあ、僕するんだったらもう、スナパイ慎太郎に一郎いる前提で僕を釣ってるんで、スナパイさんまで釣ってください。これで止まるのが一番ボタン押しました謎なんで。ボタン押した。マジか。僕も押しちゃってます。ありがとうございます。はい。はい。無事武器庫のタスクも終わったし、通信も直したんで殺してどうぞ。まあ真っ向から反対したいんですけど。ピカ君、じゃあいいよ。じゃあ落としていいんじゃない？民意でそう思うんだったら落としていいと思うけど、私はギリギリ特にもともとだから言ってる通りに出現位置も推測でしかない、死体位置も推測でしかない以上。そもそもスナパイ慎太郎に本当に生きるかどうか不明な状況下においてのローラーが嫌だから私はずっと反対してたんですよ。まあ俺はそれさっきの議論で自分が慎太郎くん主論の視点を説明したと思うんですけど、その場合ってキッチンで湧いていないことを慎太郎くんが証明しており、で俺が宿舎前で湧いていないことを証明してるんですよ。はい。エンジンでは湧いてるかもしれないけど、ごめん、もうこれは私の数理のスタンスかもしれないですけど、ヒューマンエラーが必ず発生するゲームだと思ってるからこそ、そう思う。うん、だからこそ、この死体がレポートで発見されてるんだったら分かる。うん、ただ、ボタンで消えてるからこそ、うんうんうんね、ここでローラー完成しきるのは相当怖いと思ってる、私は。スナパイ慎太郎がクルーメイト同士のパターンがあると思ってるから。その場合ってどういう推理になります、ピカクロスさん。移動一体。慎太郎さんが見逃してキッチンあたりで湧いて、例えば示し合わせができてるところっていうのが、今回の場合だと、ゲンさん、ケイさんとか、ゲンさんとケイさんの組み合わせが、多分示し合わせができる位置だと思うから、うんうん、何らかの、表紙で、そのキッチンの人が、電気室の方に行ったりとか、ないしは宝物庫で、ゲンさん、アメノコさんが別れた後に出現して、下に降りてるとかっていうパターンも考えられるから。武器庫のあたりまでうろついてたんですよね。だからね、スキップがいいかなと思うんだよね。ピカクロスがスナパイ守る理由ってなんだろうな。ピカクロス、そう俺は慎太郎君を投票している理由は、慎太郎ピカクロスがありえるんじゃないかっていう議論の理論のもとに投票しているから、スナパイピカクロスのラインがあるとすれば、ピカクロスからの一方的な。やだやだ、ムカつくわ、響いちゃったな、超やだ。おー、うん、おー、じゃあこれで釣らないといいですね。どうですか、超悔しいけど響いてスキップ入れちゃった。はい。はい、電気室で落ちてました。竹尾さんの下半身が丸出しの状態で電気室に落ちてました。K の状況をお伝えします、うん、でね、マップ出します。
初手メインホール脇、キッチンの方にタスクが多いのでタスクキッチンに行く。でその後コミサボが起こったので武器庫のところ開けてるぐらいで、確か2人合流、スナパイさんとメケンさんかな、うん、で武器庫通信室に行って通信室でコミサボ修正、その時にゲンさんアメネコさんがいた状態で、その後エンジンルームメインホールで、写真撮り出し電気室の方から回ろうと思ったらいた。なるほど、うん、今説明合ってる、ん合ってんのか。あ、とりあえず通信室ぐらいでおそらくキルクールタイムが回復してると思います、あの時間的には。うーん、てかゲンさん早い段階で割といましたよね。はい。で梅ケンさんもいましたよね、コックピットに。コックピット4人ぐらいいましたよね。そうですね、いましたね。であとスナパイもいたよね。いる。だから計算目線ピカクロス以外ないかな、はい、今回ピカさんかなと思ってます。通信室で5人一緒にいたんですよ。あれピカクロスの話の前にゲンさんとピカクロスをエンジンルームで見たんだけど俺、はい、直前とか直前、ね、そうですね、お肉見つかる直前そうでした。ゲンさんの方が後ろだったじゃん、あれどういう経路で、ね、ああいう順番になってます。ゲンの経路として一回ゲンミーティング行ってるんですよね。ゲンの高度経路を1から言うと金庫からミーティング行きのエンジンです。あのピカクロスエンジン脇からあの証拠あの宿舎前通路上上がってあのヌーン乗って私アーカイブに向かってるんですけど、その時確かスナパイさんと梅ケンさんとすれ違ってるんですが、ん？だから下方向行ってないよ私。アーカイブ僕今の梅ケンさんってスナパイさん、そう展望デッキじゃなくて宿舎前、私がエンジンルームから宿舎前通路に上がるときに確かスナパイさんと梅ケンさんとすれ違ってるの記憶があるんだけど、違うって話を聞いて、どうだっけ忘れちゃった。うん、僕ピカクロスさんだと思います。いやだから上の方にしか行ってないし、忘れちゃったからするの、みんなするの。だったらさ、ゲンさんの前にピカクロスの話聞いてよ。泣かないでよ。これはうまい。これはうまいよ。これはね、ごめんなさい。すいません。まあ議論させてくれなかったからしょうがないと思ってます。これは一個だけめっちゃ聞きたいなと思うんだけど、うん、慎太郎釣ったっていうのはスナピカもう狼確定で釣ってるってこと？いや、脇道がどこなんすか、2人。いや、全体の投票めちゃくちゃおかしいかな。てか、盤面の詰め方が、盤面が。あと、あれですよね、僕と高田さん、誰にも本当に見られてないから、いや、そう、誰にも見られて、この2人が一緒にいる可能性を追ってほしかったな。あ、いや、じゃなくて、ばらけてる人たちの中に1インポスター、組み合わせの中に1インポスターって絶対存在しなくない？そう、しない。しないから、ちょっと、盤面詰め切ってない議論してるな、特にアメネコとかが。確かに、あれはあれだ、慎太郎スナパイ以外がないよってことか。そう、だからありえないかな。慎太郎釣っている以上、もう相方はスナピカぐらいしか成立しないから。そうそうそう。ハサミゲンさんと誰か一緒にいませんでしたっけ？なんか誰か証言いなかったですけど。じゃあゲンさんとケイさんが。私とケイさんはアリバイ完全に作ってました。はい、そう、だからその高田さんがおっしゃってるのは多分単郎ですよね、一郎一を。いや、一郎一を消そうとしてるけど、それってそもそも成り立たないよねっていう。いや、そうそう、だから、触れ合ってる方にもし一郎いた場合って、そっち側にもクルーメイトが含まれているけど、誰も見ていないがありえないから。あ、要はあれでしょ、慎太郎来ている以上、羊飼い系とかっていう組み合わせがなくないっていう。そうそう、問題絶対ないから、もう慎太郎釣っている以上、スナピカじゃないって言い方がもう成立してないから。だから議論がなんかちょっとあるから。中途半端に慎太郎さん釣っちゃいましたよね。そうそう、でもまあ、まあ、結果的にスナパイさんまでローラしたら負けてるところなんで、まあ、いやだからなんか負けるんだったらもう全部釣り切る負けが自然かな、うん、あそう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 、なんかずれてんなと思って。いや、まあ、多分そう、スナパイさんの方がなんで、ああいや、まあピカはそら上がったろうとは思うけど、いやなんかでも半端だよ、なんか結局ローラー止めた私がなんでインポスター候補で釣られてるのかもよく分からんし不憫だ。確かにそうですね。あの、ピカクロス、スナパイ、慎太郎ピカクロスの場合だっても、私、ローラー完遂した方が絶対得なのにさ、
なんだろう、うん、そのあたりの結局最終弁論をさせてくれずに源さんの話になぜか行ってしまって、で残りなんか K さんが時間持ってかれちゃって残り30秒の間でってどうすればいいのさってのは思ったね、うん、まあ、まあ、インポスターのあれなんで、ね、詰められないようにインポスターがね、うん、結構議論ね、いや、まあ、これは結構確かに進行のミスあるね。でもなんかその考えるとかなりふわふわしたとか中途半端の、ちょっと俺視点でまだ納得いってない部分があるから聞きたいんだけど、ごめんちょっと時間取っていい？はい、いいよいいよ。ピカクロスがアーカイブで湧いて通信室まで行く道中で2人を見てないんだよね。2人というのは、見てない見てない、一切見てないよでしょ。で、高田健司はとメイヤさんはどこで湧いたの？普通にメインホールで湧いて電気室だよ。そのメインだよね確か、うん、で電気室なんだ。2人とも電気室の入り組んだところで殺してますので、僕貨物だったかな。ゲンさんとケイさんがいてそのまま殺されて、うん、普通に2人でアリバイ証明し合ってる、うん、そうそう。だからもう2人、僕高田さんって結構同じところにいる可能性が高くて、なんかそれだけ目撃証言が誰とも出ないんだったら、で結構そこでダブルキルを終えるかなって思ったんですけど、まあ難しいか。まあメインホールはそうか、ピカクロスはアーカイブで湧いてメインホールを通った時にも、ケイさんもゲンさんも見てないのか。見てない。それは全員電気室、あのちょうど多分4人しかいなかったんじゃない、あの時。4人です、4人です。そうそうそう。で、4人揃って下降りたんだ。で、普通にダブルキルで。うん。すごい。ゲンさんがやれよっていう、なんか、愛を受けたんで。宮さんがもう最奥に行ったんで、絶対見つからない位置にまで行ったんで、これは高田さんを守ってあげようと思って。いや、俺、わ、死んだわ、だるーと思って、奥見ると、あ、宮も死んでると思って。あ、じゃあ、ゲン系か。うん、そう。いや、もう、ゲンさんがね、やれよって言ったから、はい、やらさせていただきますって。ありがとうございます。いや、慎太郎くんごめん、本当に。いや、でもね、多分怪しく見えちゃいます、僕は。申し訳ない、あれは。あそこね、スキップに入れてるのが確かに。まあでも、するんだったらもう慎太郎、砂、ピカかなんか視線から。うん、そう、多分ピカさんの、ね、ピカさんの話をもう、ウロラが始まる前からもっと強調されて、スキップされてたらやっぱり我々としては一番辛かったですね。辛かったですね。うん、バランスぐらいか。うん、でもやっぱ、Kさんとはゲンさんが、あの、初手で結構早めの段階からなんか、あの白証明しする意見出してたから、割となんか村目線もあそこ白なんだってなっちゃうんじゃないかなって、うまかったなって思いますけどね。あと右にいないっていうのをKさんがおっしゃっていただいて、結構クルメイトのいくつ何枚かがそれに乗っていただいたので、そこにちょっと追加の要素を出して、うん、右にいないっていう展開にできたかなっていう、まあミスリードですね、うん、いや申し訳ない、お見事すまん。いやいや、お見事です。結構すぐあれキルしたので、いや、クール溜まってすぐだった。いや、まあまあ、かかってくるんですよね。もう最初は探しました、もうどうしようと、はい、2連続平和だったんで、ここはちょっと電気スキルはバレバレかなとか迷いましたよね、うん、この後の盤面整理みんなヤバそうっすよ、多分次のインポスター怖いな、もないことなりたくねー、絶対クールがいい、はい、行きましょう。